日を学んで未来を目指す時系画面コムグループプレゼンツ夢はここからこんにちはスザンヌですこの番組は人生の大きな目標夢に向かってスタートしたティーンエイジャー夢大き人をご紹介します今回私がやってきたのは大阪スクールオブミュージック高等専修学校です早速学校に入ってみましょう なんかすごい活気ある学校の雰囲気ですね皆さん元気あ、なんか見てすごいうわなんか楽器屋さんみたいな貸し出しって書いてあるからここで貸してもらえるんだあえー楽しそう行ってみましょうこっちにもそうそうたる卒業生のね皆さんがやっぱりいらっしゃいますよ本当にへー 松岡さんもそうだしね。かっこいいね。かっこれ、あ、なんかちょっとやってるよ。かっこいい。松岡さん。 お願いします。お名前聞いてもいいですか?。井原竜馬って言います。井原くんよろしくお願いいたします。お願いします。今どんなダンス、ダンスですよね。はい、そうです。どんなダンスを踊ってたんですか?。そうですね。ジャンルでいうフリースタイルっていうのを踊ってました。うん、おいなんか指大丈夫?はい。指大丈夫。直金でちょっと怪我の方をしたんですけど、全然。<laughs> あ,もしあの指怪我の、あの無理ない程度にもう一回見せてもらうことできました、はい。大丈夫ですよ。よろしくお願いします。はい。かっこいい。 わーかっこいい,ございますありがとうございます,ういますもういろんなお話を聞きたいので、この後お時間もらってもいいですか、はい、はい、大丈夫ですありがとうございます、はい、いろいろ聞かせてくださいはいお願いしますお願いします改めまして、今日の夢を置き人をご紹介します、この方ですこんにちは大阪スクールオブミュージック高等専修学校ボーカルミュージシャンコースの作曲専攻で、 勉強している井原辰正です。よろしくお願いいたしまーす。でも、あのー、井くんさっき。あの、作曲専攻って言ってたんですけど、ダンスを見せてくれましたよね。はい、そうですね。それ、それはどういった経緯で、こういうことに。もともとこの学校に入る前から、うん、ちょっとダンスをさせていただいていて。はい、その中で、やっぱりダンスをしていく過程で、うん、音楽。ってどんなんなんやろう、って、やっぱ根本的なところに、あの。 視点を置いたときに音楽を作成することってやっぱり面白いのかなとかそういうふうに興味でやっぱり自分もやっぱりやってみたいやったことないんだけどやっぱり好奇心が先に走ってこのコースになって今も学校でお勉強させていただいて。出身は大阪の泉市ってところに住んでいまして。 えっと、そうですね年齢の方は16歳で今年で2年生何歳の頃からどんなダンスを学んでたんですか年中の5歳の時からダンスの方をちょっとやっていてその頃はずっとヒップホップを習っていてそこからどんどん年齢が上がっていく中でいろんなジャンルヒップホップハウスとかポップとかいろんな他ジャンルに手を出しているっていう感じですね。 それな何かに影響されてダンスを始めたんですかその小っちゃい頃、ね、自,自分たちの家族が5人構成なんですけど、うん、あの自分の兄と姉がいまして、うん、その兄と姉も実は僕が生まれる前からずっとダンスをしていて、うん、あじゃあダンス一家なんだお父さんも自分の,、うん、あのもともと所属していたスタジオの MC をしていたりとかやっぱりそういう。えー 生まれる前からそういうダンスっていう環境にはものすごく恵まれて。いた、うん、なるほど、なるほど。はい、だから、そのしっかりもしてるのかな、なんか。多分、そうですよね。はい、で、この作曲曲作りっていうのは、この学校に入ってから学び出したんですか。そうです。本格的にやっぱりやるのは、やっぱこの学校入ってからが初めてです、ねうん。ええー、すごい。はい、え、その高校時代から、この音楽の勉強したいっていうのは、親御さんに相談したりしましたか。最初はやっぱり。 はてなマークがやっぱり出てたんですけど、うん、<laughs> やっぱり自分も行きたいってのがものすごくあったんで、うん、自分の中でこう,がこういう学校でっていう自分のなりにこの学校で一回やっぱりオープンキャンパスなのでそれに行かせていただいて、うん、その中でこういうことをやっていて、うん、ああいうことがあってこういうことができるってことを 家族にこう説明したら、あ、じゃあいいじゃないの？ああ、なんかプレゼンプレゼンタイムがあったですそうなんです。はい。何がオープンキャンパス一番良かった？最初に初めて行ったのが、あの作曲をちょっとだけやっぱり一時間半の中でさせていただくっていうオープンキャンパスがあった時に、その時にやっぱあ、待ってめっちゃ面白いっていうになりました。やっぱ作曲をしたいけどやっぱりやったことがないから、でやっぱりそういう先生が教えていた時にあ こういう風に曲構成って考えてるんやっていう風になって、もうすごい刺激だらけでびっくりしちゃった、ね。確かにだって当時って中学生だもんね、まだすご、はい。<あ><う>でこの学校に入って良かったなって思うとこってどんなところ？スタジオとか音楽を、うん、例えばドラムの部屋とか、うん、そういうやっぱり環境がものすごく整っていて、っていうものすごく自由にさせてい。 いいただいてその中で自分の磨きをものすごくできるってところがもう、ね、作曲選考では授業がたくさんあると思うんだけどどんんな授業があるんですかオリジナルバンドっていうのがありまして、うん、プロジェクトがあってそのプロジェクト内で,、うん、で自分の作曲というかその時は作詞だったんですけど、うん、作詞をさせていただいたり。 えすごいそのバンドに合う作詞を考えて提供するってことそうですね、はい、あいいね。で曲作りだけじゃなくこの音楽理論とかも学んだりするの音楽理論はものすごく難しくて、うん、まあチップカップになっちゃうんですけどさっきに手出したのがコード理論とかコードの方のははい、はいコードねそう,そういう実際に機械というかピアノを触って、うん、これが CDEFGAB っていうのをやりながら の方が僕はものすごく覚えやすくて、うん、なんで先に僕が手出したのはコードとかそういうのをやって,ってこ、ねうん、あーこのコードねあの曲が作られてるんだなとか、はい、すごいじゃあ一番好きな授業教えてもらってもいいですか一番好きな授業は、うん、プロダンスクリエイティブプロジェクトっていう授業ですねどんな授業はいものすごく名前のままなんですけど、うん、プロになるためにクリエイティビティのある人になろうっていうのを題材にした、うん、なるほど。 とというのはといううののはは授業自体がものすごく面白くてめっちゃくちゃ人数いるんですけどその中でグループを何個か分かれて曲はこれですじゃあお願いしますって踊ったりとか本当にダンスを教えてくれるわけじゃなくてみんなでこういうことをしたらこういうのがあるよねっていうかそのプロジェクトで僕が好きなところは急になんか 変わるんですよ、うん、みんなが踊り終わった、うん、終わったーと思ったら急に誰かがフォッって出てきて急にフリーを踊り始めるんでですよ人そこでどんどんみんなが乗ってきてガーってなって急になんかショーケースみたいなんか急にまた違う作品ができちゃうみたいなのがあってそれを見ている。 そのダンサ、うん、ーの人もいエみたいな感じでノリがめちゃくちゃやっぱりいいんでそういう環境でもやっぱり自分がものすごく自分から作ろう自分から空気を作ろうっていう面ではものすごく良、うん、かったななんかこの本んなんかこうダンスのイベントみたいだねでもその普通の,あの高校の授業みたいなのもあるんでね国語とか英語とか数学とかそうですねはいどうそちらについてはそうですね国語がやっぱり やっぱ歌詞も書くしねそうです本当にやっぱやっり言葉っていうのがものすごく歌詞とかいろんな、うん、生活していく上で大切なんで、うん、それもやっぱり結構教えてくれたりというかうんうんうんもうすごくためになることもあなるほどね、はい、そんな井原くんがとっても頼りにしている先生がいらっしゃるんだよねはいえっと僕の担任の音川先生ですね 今日はですねそんな音川先生にもご登場お願いしています音川先生よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますお願いします すごい人間力高かったかな瀬戸さんだと思うんですけどいはるさんどんな瀬戸さんですかどんな人にもこう分け隔てなく接することができて、うん、もう私はコミュニケーションの達人だと思っているんですけどでもなんかこうただの明るい人っていうだけではないというか、うん、こう喋れば喋るほどいろんな思ってることとか考えていることもたくさんあって、うん、すごい深みのある人だなと思ってますとっても頑張ってるなっていうそういうふうに思う場所 ってどんなところがありますか、まあ、去年1年間っていうのはいろいろダンスを頑張ったり音楽の授業とか作曲の授業頑張ってっていうところだと思うんですけど、うん、なんか次はじゃあそれを使ってこう何か起こしたいみたいな <laughs> 気持ちに今なってくれてるみたいでなんか、うん、そ,うそこに向けて今走り出そうとしているところが一番頑張ってるところだと思います。すごい、はい で、先生が期待していることってどんなことですか。職業名とかで、まあ、例えば作曲家になってほしいとか。うん、ダンサーになってほしいとかは、なんか、私はあまり彼に対してはなくて、うん、なんか。自分の武器を使って、こう、どんどん人に関わって、うん、いろんな人をつなげたりとか。なんか、人を幸せにしたりとか、うん、できる人になっていてほしいなと思います。素敵、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ますみますありがとうございます。それでは、最後に伺います。 井原らたさんこれから10年後の未来の自分に送る言葉は何ですか音楽を主軸に構成や平等を題材にした大きな舞台を作ってクリエイターになっていますかね素晴らしい平等っていうのはみんな同じっていう意味で、うんうん、でも構成っていうのはもうすごく、うん、それ次第この壁というものをそもそもなくそうよっていう意味で、うんうんうん もうすぐそれを切る時にあいいなと思ってダンスなり、うん、曲でなりいろんなものを今できやってることをすべて、うん、ギュッってしたものをこう、うん、みんなに届きたいな。うわーめちゃめちゃいいその思いを貫いてそんな舞台をあのやり遂げてほしい私。はい 絶対もうめっちゃ絶対見に行くからはい、はい、見に来てくださいその時は、まあ、お願いします今日の夢を聞いた人は大阪スクールオブミュージック高等専修学校ボーカルミュージシャンコース作曲専攻で勉強している井原達正さんでしたありがとうございましたありがとうございました